なんでライン返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？5. 現実の男性を理解していないと受け止められる少女漫画のキャラ名。壁ドンとかファンタジーだから。って感じです。20代男性というように、漫画のキャラ名を理想の男性にあげると、現実とフィクションの区別がついていないとみなされてしまうようです。憧れる気持ちは、胸に秘めたままにしておいた方がいいかもしれません。6. 婚活中だとしても、あまりに露骨な、年収が高い人。即物的すぎて怖い、20代男性というように、理想の条件を高年収とするのは、恋愛を語る上で、夢がなさすぎるようです。お金は、愛を潤してくれるものではありますが、それを第一に求めれば、金目当てと敬遠されても仕方ないでしょう。7. 勘違いした高飛車女だと思われる、私に尽くしてくれる人。なんで上から目線なの？と思います。10代男性というように、一方的でアンバランスな奉仕を求めると、多くの男性は理不尽だと感じるようです。彼氏に尽くされるのは幸せなものですが、あくまでも、お互いに尽くし合う関係を理想とすべきでしょう。8. 恋人というより保護者にさせられそうな甘えさせてくれる人。それはそれで嬉しいけど、あまり酔っかかられるのも困る20代男性というように、彼氏に甘えたいのは、一見微笑ましい理想ですが、重すぎる依存も予感させるようです。優しさにつけ込む印象を与えるので、頼れる人と表現した方が良さそうです。9. それ以外の男性が、全員対象外になる、私と趣味が同じ人。世界が狭いタイプは付き合うと面倒くさそう、20代男性というように、対象者をわざわざ狭めてしまうのも、大多数の男性を拒絶しているように思われかねません。たくさんある希望の一つとして語るなら別ですが、必須条件に掲げるのは、避けた方がいいでしょう。